本席から見て右側の先頭を走るのは東消防署に配置されているレスキューポンプ自動車です。続いて消防局に配置されている救助工作車3型です。本席の左側は日本でも最大級となる西消防署の50メートル級の強さで、市内の高層マンション火災では多くの人命を救助しています。救助工作車や救助車はどちらもとても大きな消防車両となっています。消防車両がいち早く災害現場に到着し迅速な活動を行うため、違法駐車の追放にご協力をお願いいたします。本日訓練の指揮を執るのは西消防署の松原救助隊長。総勢20名が訓練に参加します。訓練には世界各国の災害にも出動する国際救助隊員、中核市に配置が義務の高度救助隊も参加しています。今年の出初め式は昨年と比べ訓練内容が一新されています。隊員が水平に張られたロープまで上がり、救助活動も開始されました。地上の隊員の操作でロープの上を移動します。救助隊員が要救助者に接触しました。要救助者のいる場所は非常に不安定なため、素早く脱出しなければなりません。隊員が要隊を見ながら救出をしています。救助工作者の上まで戻ると救出完了となります。指揮者の指揮のもと連携が取れた迅速な活動はいかがでしたでしょうか。救助隊は昼夜を問わず多くの訓練を行い、人命救助のための技術を磨いています。その後の訓練にもご期待ください。続きまして、はしご車の方をご覧ください。はしご車から斜めに張られたロープを、中消防署の高坂隊員がモンキートファンで登っていきます。隊員の持つ技術と強靭な体力でロープを斜めに登ることが可能となります。通常、隊員が高所から飛び降りることはありませんが、緊急時の避難の場合などに使用するのが、はしご車の横に置かれたソフトランディングです。この上に高坂隊員が脱出します。隊員がソフトランディングの上に到着しました。昨年の12月に配備された救助工作車3型で、中核市、東大阪市が誇る高度救助隊が運用しています。一昨年まで出初め式に参加していた3型の2代目となり、先代は阪神淡路大震災、東日本大震災にも出動しています。四輪駆動でクレーンとウィンチを装備し、電磁波探査装置をはじめとする多くの高度救助資機材を積んでいます。準備も日消防署の木下隊員が実施します。降下の際の美しさは U 字になった姿勢で判断してください。バランスの取れた素晴らしい降下を行っています。
ロープ上での見事なバランスをご覧ください。無事到着しました。ただいまから消防局消防団車両9台により消防デモリッシュの最後を兼ねる一斉放水をご覧いただきます。まずは地上からの出先5分の4の放水をご覧ください。